村山咲は日本のアイドルであり、女性アイドルグループ AKB48 チーム4のメンバーである。同チームのキャプテンを務める。愛称はゆリり。元子役、神奈川県出身、株式会社 DH 所属。2005年頃よりスマイルモンキーに所属し、子役として活動を開始した。同事務所所属時に村山ゆいりと一度改名していた時期がある。 2011年 AKB48 第13期研究生オーディションに合格。12月8日、AKB48 劇場で開催された AKB486 周年記念公演でお披露目される。2013年8月24日の真夏のドームツアーまだまだやらなきゃいけないことがあるの、東京ドーム公演3日目においてチーム4への昇格が発表される。 2014年5月23日、AKB 観光大使のロケで、長崎市を訪れた園で、一緒に訪問した、同志出身の森安窓かと共に、長崎市観光大使に任命される。2015年3月25日、埼玉スーパーアリーナで開催された、AKB48 ヤングメンバー全国ツアー、未来は今から作られるの初日公演において、 新しく結成された七人組ユニット、デンデムン中への参加が発表される。二千十六年十二月三十一日、第六十七回 NHK 紅白歌合戦において、夢の紅白選抜企画の第三十位にランクインし、出場を果たした。二千十七年七月二十八日、自らプロデュースした a k b 4 8十六期生の研究生、公演である、 レッツゴー研究生の初日を迎えた。12月8日、AKB48 劇場で開催された AKB4812 周年記念公演で発表された組閣人事において2018年春からチーム4のキャプテンに就任することが発表された。2018年1月20日に行われた AKB48 グループ。 リクエストアワーセットリストベースト1002018の夜、公演において、51枚目のシングル、ジャーバージャーで、初めてシングル表題曲の選抜メンバーとなることが、発表された。2019年1月15日、東京ドームシティホールで、ソロとしては、初のコンサートとなる、AKB48 村山崎ソロコンサート、私は、私の道を行くが開催された。 2020年1月18日、劇場公演の出演回数1000回を達成した。1月21日に、岡田奈々、茂木ギシ向井ジ美ヨと共に、YouTube 上に、ユーナーモギオンチャンネルを開設。1月22日、岡田奈々と、ユーナー単独コンサートかけがえのない時間を、東京ドームシティ春で開催した。11月21日に、 ユーナアモギオンチャンネルの登録者数が10万人を突破した。11月29日に NMB48 白まみるの新型コロナウイルス感染が確認され、白館と仕事で共演していた村山ら AKB48 メンバー11人も濃厚接触者に認定されて自宅待機となることが12月2日に発表された。12月12日、活動を再開。 2021年3月17日、劇場公演旋回出演を記念したレリーフが、AKB48 劇場ロビーに掲示、公開された。キャッチフレーズは、真っ赤なユイリンゴ。AKB48 グループの原点である、劇場公演に、自らの活動意義を見出し、AKB48 選抜総選挙には2015年以降、不参加とする一方、 所属しているチーム4以外の劇場公演にも出演している。さらに16期研究生が行う劇場公演、レッツゴー研究生。公演をプロデュースし、2017年7月28日に初日を迎えた。2014年から2017年まで4年連続で年間劇場公演への出演回数が1位となるなど、シアターの女神とも称されている。 2019年1月15日に開催されたソロコンサートでは劇場公演曲シアターの女神から始め相手史とも言える16期生もゲスト出演し最後の MC では前田敦子の言葉を引用して私は AKB48 劇場に自分の人生を捧げますと宣言した姉は女優の村山しおりひ。親戚には三島ひかり 三島慎之介の指定がいる。1830メートルに収録、次の足跡に収録、ここが、ロドスだ、ここで飛べ。2、収録、0と1の間に収録、サムネイルに収録チーム b 5ィフステージ、シアターの女神チーム a 6ックステージ、目撃者全体曲は、前田敦子のアンダーチーム k 6ックステージ、リセット、オーバーチーム4、 僕の太陽公園研究生公園。リセット研究生公園。僕の太陽研究生公園。パジャマドライブ、ミネシチーム4。手をつなぎながら公園ポーガン。チーム4。アイドルの夜明け。公園倉持チーム B。パジャマドライブ公園横山チーム K。リセット公園。春風亭小朝、イブは、アダムの肋骨公園。岩本テルを、青春はまだ終わらない公園。 田原総一郎、どからなる。どうする ?AKB48 公演、高橋樹里チーム4、夢を死なせるわけにいかない、公演チーム A7 ステージ、MT に捧ぐ木崎チーム B、ただいま恋愛中公演ポーガンチーム K、最終ベルが鳴る公演リバイバル公演、僕の太陽村山チーム4、手をつなぎながら公演。ありがとうございます。